はい、どうもこんにちは、ぷんぷんです。今回は運命の呼び声を使ったデッキを作ってきました。はい、モスラという風に書いたんですけど、まあこれはね、ちょっとツイッターで見ていたら面白い情報というか面白い組み合わせをやってるなという風な方を見つけました。はい、ダレルさんというね、視聴者さん、まあなんか自分のことはチャンネル登録してないらしいんですけど、はい、まあ自分のね、大好きな配信者さんのところのリスナーさんであって、でツイッターでね、なんかそのやり取りを見て面白いなという風なデッキで、これで真似してもいいですかという風なところでね、了承を得たので真似してきましたというところです。はい、流れとしましては、先ほど出した運命の呼び声を、はい、まあこの蝶々ですね、蝶々に打った際に、まあこの蝶々にね、打つとまあ90になるんですよね。はい、まあそこまでは考えられるかなというところなんですけど、その後に偽造品打ってしまうと、まあこの90のままのユニットがデッキに入っていくという風な形になっていきます。でその後にアフィリオスでもいいんですけど、このクレッシェンダムを打つと、まあ90のスパークルフライがバン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 と、はい、出てくるという風な感じのぶっ壊れデッキを作ってきました。デッキの内容は概要欄に書いてありますが、行っていきたいと思います。ゾーイが3、タスガイルベ3、ギザオヒン3、フライ3、導けて3、殺害師2、羽衣3、アフィリオス3、祭司さん、静寂に、ジーンさん、戦術さん、創造さん、呼び声さんという風な感じになっています。デッキの使い方などは試合見ていただければ分かると思うので、それではどうぞ。はい、マッチングいたしました。お相手オフトランドル・リサンドラという風な感じです。まあこれちょっと今ね、ノーマルで潜ってんですけど、まあ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 、ギミックとしてはね、簡単なことだろうという風な感じなんですけど、まあ引けるか引けねえかっていうところなんですけどね。まあここはアフェリオス持っておきましょう。はい、でジーンを引けていく。まあユニット引きたいっていうのもあるんですけど、黄昏呼び、ちょっとこれ普通になんかアフェリオス寺院でぶち押せそうっていう風な感じですね。ぶち押せそうとは何でしょうという風な感じなんですけど、まあ終わらせてやるという風な感じでね、はい、トコンと入っていただくという風な感じですね。はい、でお相手は時間軸、はあ面白そうな感じですね。お相手もいいね、ちょっとノーマルで潜ってるので、久しぶりにこういう風な感じで、お相手がね来てくれると、まあすごい助かるかなというところですね。何笑ってんだろうという風な感じなんですけどね。はい、まあ久しぶりの実況っていうところで、すごい楽しみっていう風な感じもありますし、お相手パスと、じゃあここ私もパスしましょう。はい、特にね、はい、パスしちゃっていいので、でルナリのタスガイル、まあここは今がクラウきっと、はい、ぶち当たりに行きましょう。はい、それでいいかなと思います。行きましょう。はい、で入っていって、まあここは祭司投げましょう。はい、祭司投げていって、で神髄か星の巡り合わせ、巡り合わせにしときましょうか、ここ。はい、ちょっとね、まあ巡り合わせにしましょうか。はい、まあ実際は神髄の方がいいかなと。で運命の呼び声が弾けていく。 OKOKOK、 ここでパーツは、で病具、ハワイはほどでかかったんじゃと。はいはい、で病具が出てくる。なんて言ってんだろうね、あれ、ちょっとあまり、うーそっか、字忘れたわこれ。まあまあまあ、これ普通にジーンをぶち出していけばいいかなと思います。はい、で普通に、あ、で普通にねブロックしていきましょう。お前たちのせいだと。まあここはね、普通に相手的にも雪崩とかあるので、普通にユリトレードじゃないですけど 2-1 の方でいいかなというところです。まあここはパスしていきましょう。ういで次は普通に、まあ普通にって言ってるんですけど、この人、うわ引けていく。でこれスパークルフライが引ける。でここでですね、まあ、黄昏予備予備打ってて、あとは引けたい星と、引けてほしいのは、まああれかなというところですね。あれっていうのは言いません。はい、でまあここはまあ、クレッシェンダムでいいかなと思います。一応ね、ここもう引けちゃってるので、はい、ここはクレッシェンダムでもうデッキ圧縮していきましょう。でスパークフライをもう2枚にしていきましょう。あ、違う、1枚にしていきましょう。はい、ちょっと足し算ができないんですよね、さっき。うん、最近っていうか、もう結構前からできなくなっちゃってるんですけど、まあ自慢することではないかなと思ってるんですけどね。はい、で警告、警告で合ってますよね、あれ。うん、ちょっと合ってると思うんですけど、まあこれをぶち入れて、はい、クレッシェンダム、はい、行きましょう。でクレッシェンダムぶち抜いて、まあここはキャリブラムにしましょうか。はい、キャリブラムにしましょう。はい、三日月が道を照らすわと。はい、でお相手雪崩とか打ってくるのであれば、はい、まあこの後ね、導きのお手手があるので、そこまで怖くはねえかなと。はい、まあお相手だけが取られていくのかなというところなので、まあここは導きのお手手しっかりと回復していって、はい、でキャリブラムも入っていく。で授かり師から、ここはねちょっとデッキ圧縮のために入れてます。はい、でここはまあパスしちゃっていいですね。でお相手もパスと。はい、でここでオール2点が飛んでいく。まあなんだろう、お相手、まあ柱からのっていう風な動きだと思うんですけど、はい、でお相手は合図でリサ系を引いていってんのかなというところですけど、まあ黄昏呼びにしましょう。戦いに備えなければと。
やっぱこうやって見るとね、強いですねこのデッキ本当に。はい、化け物だなというふうにも思いますが、でここはじゃあ普通に呼んでいきましょう。でアフェリオスが引けていく。はい、まあ死んだとしてもこいつがいるので、まあ特にいいかなと思います。はい、パスしていきます。はい、でお相手ゴリラだと思うんですけど、出てくるのはね。でジーンが引けていく。じゃあここは普通にアタックしましょう。信じるのと、はい、信じていただきましょう。まあ本当は多分リーサルあるかなというところです。もうちょっと、もしかするとね、いろいろと悪さすれば、できると思うんですけど、まあここは悪さすることもないかなというところもあるので、はい、ここは普通にアタックしましょう。はい、でここでゴリラ出てくるんでしょうというところですけど、はい、トロール族のもんだと、はい、知りませんと。でここはジーンをぶち出しましょう。はい、バフをかけていきましょうか。でどうするか、お相手は。はい、まあビームでやってくるなら、まあ特にこれ使わないかなっていうところもありますけど、これ打って回復していきましょう。はい、回復してバフが打たれて、でそうっすね、厄災の大蛇にしましょう。はい、大蛇にしてって、あとはここで打ってってでいいかなと思いますけど、まあ黄昏羽衣でいいかな。ちょっとドローもしたいというところもあるので、はい、ドローしていきましょう。で87なって運命の呼び声。まあここを引けるんですけど、まあ引けてほしいのがもう一枚、はい、偽造品ですね。偽造品が引けてほしいですが、まあ特に引けないというところなので仕方がねえかなというところですね。はい、パスしましょう。まあお相手次出てくるとしたら8マナのね、あいつだと思うんですけど、で静寂いいね。はい、で柱と、はい、ここはトロール族のものだと。はい、はい、でゴリラレベルアップと。でファロタイト、まあファロタイ出てくるならここはじゃあ普通に授かり師力打ってスタンしていきましょうか。はい、授かり師力打ってグラビタムタム打っていきましょう。兄さんの痛みは私の痛みと。はい、まあこれでいきましょう。はい、グラビタムタムいきましょう。うん、これですね。でクレッシェンダムでいいかな。はい、デッキを圧縮しましょう。はい、それです。でお相手は多分普通にね取ってくると思うんですけど、はい、ボッコボコにされると。 OKOK、 じゃあここパスしましょう。 OK、 はい、うん、まあ2枚目のアフェリオスがいるので、まあアフェ出しちゃっていいかなと思います。はい、アフェいきましょう。そうですね、2枚目のアフェいっちゃっていいかなと思います。いきましょう。はい、で2枚目のアフェいってキャリブラムにしましょう。はい、はい、夜が訪れ月が昇ると。でビーム、あービームあるか。ちょっとここ失敗しましたね。はい、ちょっとここ失敗しました。ごめんねと謝んなくていいから。 OK、 でここはじゃあ普通にでグラビタムでいいかな。うん、でパーしましょう。はい、で偽造品引ける。あー、偽造品引けるけどあいつがいねえわ。チキショー、ちょっと待って。うわあいついね、チキショー。これで打てばよかったな。チキショー、まあまあいいが、これスパークルフライ入れて、で偽造品打つ前にこれ打ちましょう。はい、これでいいかなと思います。これ出して、あーいや偽造品打っての方がいいな。ちょっとパスしましょうか。まあ本当はねここ出せば普通に勝てんですけど、ただやりたい動きっていうのがね、あ、まあ動勝てなかったですね。それだったらいいかな。はい、よっしゃいと。はい、でここは偽造品で増やしましょう、こいつをね。はい、増やしてって、でこいつにバフをかけてと。でスパークルフライをぶち出していきましょう。あ、まあ出さなくてもいいから一回パスしましょう。はい、でパスと。じゃあここはスパークルフライの参上です。はい、ファキーンと。で90のスパークルフライで、90のスパークルフライが中に入っているので、まあ引けたらぶちでかいなというふうな感じです。まあ90でぶち当たりに行きましょう。良きですね。43で当たる必要もないので、はい、これでいきましょう。OK。はい。で、9点入ってって、ここで、まあキャリブラム打ちましょうか。はい。キャリブラム打っちゃっていいかなと思います。OK。うん。まあ特に、はい、カバーするカードもないので、まあグラビタム。まあいいよ、グラビタムで。はい。で、パスと。正義がと。まあお相手、ここ対処できるのは、はい、サブ風とかしかないかなというふうにもありますが、で偽造品叩き潰せと。はい、まあここはじゃあ普通にブロックしましょう。これでいいかなと思います。で OK、 はい、まあ出しましょうか、こいつ。はい、
出しましょう。まあ、こっちにバフがかかってくっていう。うわ、コリーナ。まあ、コリーナ来ますけど。はい。で、グレ、ガドレグリン。うん、ちょっとすいません、噛みましたけど。はい。オッケーオッケー。で、サカサカサカと3枚と。はい。まあ、3ダメ食らいますけど、そこまで問題はないかなというところですね。はい。で、羽衣も、まあ、ここはじゃあ普通に寄せていけば、ジジかなというところなので、いきましょう。まあ、サブ風もあるとは思うんですけど、はい。で、3姉妹。OK、フラッシュフリーズね。はい。まあ、それだったら仕方がないかなというところですね。なら、ここもバフかけちゃっていいかなと思いますけど。偽造品を増やしといて、そうですね、偽造品増やしといて、で、羽衣を、撃ってしまえば上からは食われねえって感じじゃない？うん。これで上からは食われないと。で、静寂引ける。OK、パスしましょう。はい。OK。で、お相手は、ゴリラ。はい、トロールの王のお通りだと。はい。で、パスしましょう。はい。OK、OK、OK、OK。で、戦術者。で、柱。まあ、何が出てくるんだろう。ファロ隊とか出てきたとしても、そこまで強い動きにはならないかな。タフ。8マナのタフってババアか。オッケーオッケー。じゃあ、ここは普通に戦術者行きましょう。はい。まあ、ほとんどね、はい、将来できるかなというところなので、まあ、巡り合わせにしましょう。巡り合わせで、ここで引ければでかいですね。アフェリオス。そうすれば確定でこいつが出てくるので、ちょっとアフェリオス引いてほしい。はい。で、何ターン飛ぶか。まあ、先にこれ打っときましょうか。はい、これ打っときましょう。うん。ゾーイか。まあ、仕方ないですね。まあ、ゾーイが引ける確率の方が高いので、今。それは仕方ないと。花びらにまで愛情を込めたの。うわ、3枚。ちょうど飛ぶ。まあ、ここじゃあゾーイ行きましょうか。まあ、8マナで打ってしまって、バフかけてでもいいけど。そうだね。これで、バフかけましょう。で、ゾーイがでかくしましょう。気づいてねえのと。はい。で、ぶん殴ってくる一撃だと。まあ、ここはじゃあ普通に。どうもこんにちは。ぷんぷんです。っていう風な感じなんですけど。まあ、これでいいかなと思いますけど。はい。これでいきましょう。ちょっとフラッシュフリーズが嫌かなというところもありますけど。こうしましょうか。はい、捕まったと。オッケーオッケー。これでいきましょう。オッケー。はい。しっかりと取れていく。で、パスしましょう。はい。で、ここの、入ってしまえば、GG かなと。で、スパークルフライが80、90。まあ、これいきましょう、もう。いきましょう。90のスパークルフライ出して、まあ、はい、ルンテラぶっ壊しましたね、これで。はい。で、お相手は、はい、反復拡張。まあ、特にね、拡張されたとて、はい、え、待って待って、まあ、これじゃあ普通に静寂ですね。はい、静寂で静寂しましょう。はい、黙らせましょう、あいつ。はい、そうすればただのね、5点飛んでこなければ勝ち。ちょっと待って、5点飛んでこないで、さすがにそれはやめて。あ、ない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 、4点危ない、ギリギリ。待って待って、ミスティックショットもやめて。はい、ミスティックショットもやめてな。ミスティックショットもなし、それもなしです。面白くないです。はい、やめてください、ミスティックショット。 OK、 GG、 イエス。はい、マッチングいたしました。お相手はカムケンチャフェリオスという風な感じですね。まあ、ここはゾーイ持っといていいかなと思います。はい、ゾーイ持っときましょう。で、祭司も持っといていいかな。これでいきましょう。はい、うん、ちょっとね、どうだろう、いけるかなっていうのはありますけど。はい、ジン引ける。オッケーオッケー。じゃあここゾーイ行きましょう。すっごく輝いてる。はい、それ行きましょう。で、描き、あ、違う違う、はい、星座だけは描いているという風な感じですね。で、あれだな、今、タコ殴りボクサー燃やしたな。ってことは、なんか取る手段あんのかな、いろいろと。まずは行きましょう。ゴーと、はい。ふふふっと。で、セイズ。オッケー。まあ、パスしちゃっていいので、パスしましょう。はい。まあ、次はね、祭司ぶち投げて、でもいいかなと思います。静寂。いける。で、タコ殴りボクサー。まあ、ここじゃ普通に、これ打ってから、スタン系引ければでかいかなと思ったので、スタン系引きましたね。何が出るかなと。はい、これでいきましょう。 OK。 はい、うん、悪くないっすね。で、パスしましょう。はい、
で偽造品パラダイムシフト、それは何でしょうって感じなんですけど、これでいきましょう。はい、 OK。 はい、でお相手は月明かり、まあパスしちゃっていいかな。はい、じゃあジン行きましょう。うん、まあ特にねゾイ取られたとしても関係ないかなというところなので、はい、リソース回収のためにね入れてるっていう風なことなのでね。はい、あとはヘイトを当てるためっていうような感じなので、でクレッシェンダメダメと OK。 はい、で出てくるんで、お相手はアフェリオス、どこへ行く気だと。はい、まあこれは OK しましょう。パスと、はい、じゃ普通にキラキラの星図投げて、そうっすね、明かりでいいかなと思います。でアフェリオス行きましょう。でアフェでクレシェンダム、この光であなたの闇は深くなる、はい、闇は深くなると。で導きのお手手と、うん、で黄昏をやつらだと。はい、戦術者、うん、クレッシェンダメダメから打ちましょう。でキャリブラム入れていきましょう。はい、ファキンと。でデッキ圧縮もしてもらえるので、でお相手ここに打ってくる、まあそれを狙って後からね、はい、戦術者出していけばいいというところだったので、まあ読み通りかなというところですけどね。はい、まあここ行きましょう。はい、で出てくるのがほうき星、じゃあほうき星でいいかなと思います。はい、歴史は石と星に刻まれる、うん、でバスティオン、はい、まあこいつから打ってきましょうか。これでいいかな。で OK ですね。はい、でグラビタムタムで、あーグラビタムタム入れとけばよかったか。まあこっちいいか。はい、私が導くわと。でグラビタムタムパスしましょう。はいはい、アフィリオスのこいつ打っていきましょう。でここ取られるかもしれないですけど、まあ大丈夫かなというところですね。はい、まあ一応5万7の星の想像もありますし、ジーンが引ける、覚悟しやがれと。はい、まあお相手がバフをかけて取ってくるかというところですけど、はい、まあ OK しましょう。うん、まあ本当はジーン投げてから祭祀の方がいいと思うんですけど、まあここは祭祀から行きましょう。はい、祭祀から投げてって、でどうしようかな、ここ、うーん、星の巡り合わせにしましょう。はい、太陽のぬくもりが道を照らすと。まあお相手ここに対して特に動きは強いのはないと思うので、でアフェリオスのそれ打ってくる。はい、兄さんと。でキャリブラム、オッケーオッケー、じゃあパスしましょう。まあ3マナで巡り合わせ打ってしまってでもいいかなと思いますけど、まあ巡り合わせ打ちましょう。はい、でグラビタム、オッケー、パスしましょう。はい、でアフェレベルアップ、うん、でいいっすね、行きましょう。これでオッケー。はい、でクレッシェンダムダメでいいかなと思います。はい、これにしましょう。グラビタム、グラビタム、はい、でお相手もグラビタムと。で、はい、スペシー剥がしていく。 OKOK、 パスしましょう。まあ次はねジーン出してって、はい、レベルアップかましていけばいいかなというところなので、うん、で導きの手て、まあはい、ジーンいきましょう。はい、でクレッシェンダメダメと、まあ打っても出てくるはずはないというところですね。うん、まあ全部出しちゃってるので、はい、でここは導き乗って打って、まあ回復こっちにしましょう。はい、でクレッシェンダム、でクレッシェンダム打ちましょう。でここでねしっかりとデッキ圧縮してもらって、そうですね、セベラムにしましょう。はい、パキンと。道は定まったわ、あとは進むだけ。はい、でアフェリオスレベルアップと。でここはそうだな、普通に授かり師から打ってって、まあそうか、授かり師から打つから特に関係ないか今のね。はい、兄さん、あなたは武器よ。
あなたは武器よと、はい、武器と思われてますあなたは、はい、でこれでいいかなと思います。 OK でセベラムにしましょう。はい、でバスティオン、オッケーオッケー、じゃあパスしましょう。はい、でキャリブラーオッケーしましょう。はい、でセベラムを打ちましょう。これでオッケー。まあグラビタムでいいかな。セベラム、セベラムでいきましょう。信じるのと、はい、いきましょう。塗っていい、塗っていいと、でこれで10点回復、オッケー。でパスしましょう。はい、でかいっすね。で普通にここ勝ちそうだなっていうところあるんですけど、でいいね、呼び声、呼び声来たんですけど、あーちょっと出しちゃったか、あれ、あーちょっと頼む、一人かいい席を頼むよ、一人かいい席を頼むよと。まあグラビタムタム打ってきましょう。はい、まあちょっとね引きてえなっていうところあるんですけどね、あのカードで。ここはあーやべ、クレシェンダムしちゃった、今適当にパパッと押しちゃって。でグラビタムタム、はい、でパスしましょう。 OK、 まあここはパスしちゃっていいかなと思いますけど、まあ星の創造打っときましょうか。打っといて、はい、でクレシェン、ちょっとね今失敗しましたね。まあこいつでいいや。はい、これで OK、 でパスしましょう。でクレシェンダム打っても出てくるのは、あ、出てこないというところなので相手はね、はい、パスしましょう。クレシェンダム、はい、クレシェンダムダムと、いつも燃やし野郎が言う、いつも一緒よと、はい、まあこれで OK かな。はい、パスしましょう。 OK、 進行で想像ぶち抜いて、また天空カード入れましょう。でいいっすね、イケデンでもいいかな。はい、でパスしましょう。はい、これ打ったらねちょっといけないのに、シロヤキュー、はい、早いところラスト1枚の引きてえなっていうところなんですけどね。戦術者、まあ大蛇でいいか、大蛇でいこう。はい、はい、大蛇でいきましょう。でお相手は焼きつく攻防ボーボー、あーなるほどね、焼きつく攻防とかあると、まあそうやったら仕方がねえかなというところですね。はい、 OK しましょう。フルフルでこれいきましょう。はい、これで良きですね。はい、取れる。必ず見つけるわ。で最悪羽衣をここにぶち抜いちゃっていいかなと思ってますけどね。まあここ羽衣打ちましょう。はい、打ってきます。うん、羽衣できれば早いところユニット引きたいんだよな、2マナのいうところですけど、まあ引くこと願いましょう。パスしましょう。はい、でお相手もパスと。はい、で次は普通にねタムケン食べていけばいいので、でナイス引けた、 OK、 これでナイス。はい、太陽の導きよと。はい、まあここはじゃあ普通にパスしましょうか。はい、で相手ほうき星あたり引いてんかな、ほうき星、オッケーオッケー。でここでしっかりとクレッシェンダムが輝いてくれますね。はい、まあ普通にここは呼び声を打って入れていって、あとは偽造品入れていきましょう。はい、まあここちょっともったいないんですけど仕方がないのでもう入れていきます。はい、でスパークルフライをいきましょう。はい、パキーンと、はい、90のスパークルフライ。いいっすね。でもここでほとんどユニットは取られねえどというところですけどね。はい。まあ、ワイトをするか。で、パスと。じゃあパスしましょう。はい。まあ、次はクレッシェンダム。で、呼び覚ましちゃっていいので。好みの味が見つかりそうだ。好みの味が見つかりそうだぞと。はい。まあ、ここは戦術者から行きましょうか。入っていきましょう。うん。打ってっていいと、まあ神前にしましょう。はい、霊峰の声に耳を傾けよと。はい、これで OK で、どうぞと。ぶしつけにすまないで。はい、まあ神前いきましょう。はい、神前いって、で巡り合わせで
アフェリオス弾けたらうまいので、はい、アフェリオスを弾きに行きましょう。オッケーで、セベラムーン、はい、でオッケー。じゃあここは一応打っていきましょう。でアフェリオス弾ける、はい、あとはじゃあここ普通にアフェ出してって、ここはもうクレッシェンダム一筋、はい、でここはクレッシェンダムをぶち抜くと、はい、ぶち抜いていく。でここも適当なもんでいいので、もうセベラムにしましょう。はい、三日月が道を照らすわと、はい、でここはもうこれでいきましょう。はい、パキパキパキと、まあこいつらでアタックすれば GG と。 OK イエス。はい、試合の方はどうだったでしょうか。久しぶりにねノーマルで、潜りました。はい、結構ねちょっと楽しくて、まあランクまでもやってもまあ通用するんじゃないかなというところですね。やっぱりジーンとアフィリオスも強いですし、まあそれだけじゃなくて創造とか天空カードも入ってますので、まあ普通にバランスがいいデッキにはなってるのかなというところです。ただこのスパークフライと偽造品とこの運命の呼び声のこの3コラボですねを成功させたかったってところもあるので、ちょっとノーマルで潜って成功させていったというところです。はい、もしよかったらねこのムーブ結構強いと思うので、皆さん使っていただければ嬉しいかなというふうに思います。はい、今回の試合がジジと思った方がいれば高評価チャンネル登録のよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。